明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、ランダムブースターボリューム9と、こちらは3つ、そしてこちらです、スプリガンレクイエム、こちらを1つ。これなんで買ってきたかと言いますと、皆さんご存知だとは思うんですが、こちらどうやらブラックバージョンがあるらしいですね。なんか72個に1つ、それ当てたいなと思って買ってきました。まあ1個だけなんですけどね。あとね、やっぱりこれなんですよ。去年のやり残しみたいな感じなんですけど、こちらのトランザフレーム、これが欲しくて、であとこちらの邪神バルキリー、この2つ欲しいんですよね。ちょっとこれをね、どうしても当てたいんですよ。ということでですね、今から開封していきます。まずはこちらのランダムブースターからいきます。ちょっと、はい、見ながらもよし、ではまずは1つ目いきます。当たってほしいっすね、トランザフレーム。はっ、まずは一発目マッドミノボロスです。これで3つ目っすね。前回は最初にビートククル感が出て、あとね2個目3個目ともにこのマッドミノボロスが出たんですけど、これでねマッドミノボロス3つ目です。好きなベイなんでね、まあいいんですけど、ちなみに息子も買って、息子もマッドミノボロス。では2個目いきます。ちょっと待ってください、じゃあ僕3つ続けてマッドミノボロス出たってことですよね。今考えたら3つ続けて私、ミッドじゃないわ、ま、いやーちょっとこれすごいな。まあいっか。ということでね、次はぜひともこのトランザフレーム当てたいっす。もしくはこちら来てほしいっすね。じゃあシンバルキリーもどっちでもいいから来てください。お願いします。まあね、ジョージ・イシャラ昔からね、このくじ運ってのがねすごく悪いんす。よし、お願いします。トランザフレームかジャシン・バルキリーか、はっ、どっちっすか。ほっ、はい。で、これあれっすよ。これあれっすよ。ビートククル感じゃないっすか。あれ、でも今回って結構出るんすかね、ビートククル感。これで2つ目ですね。はい、一応ビートククル感です。っていうことはこれでなくなったわけですよね。どっちか。もうこれでどっちかですよね。トランザフレームか、ジャシン・バルキリーか。まあ、できればね、どっちも欲しいんですけど、でもね、個人的にはこっちが欲しいんですよ。邪神バージョンのバルキリーが欲しいんですよね。当たんないかな。お願いします。はい。来てほしい。では、3つ目、いきます。お願いします。来てください。はっ。あ、取れない。はい。あれ、オートフォーカスが合わない。あ、これはひょっとして、ブラストジニウスか。結構、なんていうんですかね。普通の、あれとはかなり雰囲気変わりますね。あれ、これちょっといいんじゃないですか、これ。通常のブラストジニウスと比べるとこんな感じです。で、横はこんな感じですね。結構ね、緑が強いっていうか、裏はなんかね、こういうクリアなパーツで、ちょっとラメが入ってるんですか。あ、そうっすね。結構ラメが入ってるんですね、これ。うん、いいっすね。うん、ラメが入ってて綺麗。あ、スムーズ、すごいスムーズっすね。あ、違う、すごい。ここが発売されてすぐ買ったこっちのブラストジニウスとちょっと違って、ここものすごくスムーズです。すごくスムーズに動きます。あ、改善されたんすね。で、ブラストジニウスについてたシールはこちらになります。そしてディスクは1です。で、ドライバーが、これがディフェンス、こちらドライバーディフェンスになります。私持ってなかったのでこれは嬉しいです。シール貼れました。シールを貼るとまあ、こんな感じになります。最後はこれ、来てほしい。ここでね、ブラックバージョン来てくれたらいいんすけどね。でも72個に1個でしょ。どうでしょうか。まあでもね、確率はゼロじゃないんで、当たる確率はあるので、開けたらわかるんでしょうか。は、いきます。ほい。うわうわうわ、
ということでですね、こちらの4つの米で対決してみたいと思います。まずはこちらのブラストジニウス回してみます。あんまり動かないタイプ、名前の通りっていう感じですかね。じゃあちょっと斜めに打ってみます。なんかね、ワン引っかかるんすよね。壊れかけのソードランチャーでいきます。ではまずはこちらのビートククルカンと対決してみます。水平打ちだったら多分引っかからないかな。よし、大丈夫だ。そしてこちらはちょっと斜めで、これ、ね、結構持久力あるんですよね、このビートククルカン。そしてバースト力もあるので、どう使えね。あ、お、防いでる。ああじゃあアタック強いんすよこれ。でもバーストは免れてますよね。そしてもう一度斜めに、よいしょ。あ、いいバーストは防いでる。やっぱりあのここ緩くなるっていうか、スムーズに、あれいや今スムーズに動くからバースト防げるって言おうとしたのにバーストしましたね。マットミノボロス、これもねロックガチガチだし、破壊力すごいし、あとねあのゼファーですから結構ねいい感じでこう当てれるんですよね。これでやってみます。まあ本当ねこのすごくスムーズに動くから結構防げるんじゃないかなと思うんですけどね。よし、これでマットミノボロスは斜め打ちで、よし来た。これいいんですよね、マットミノボロス。お、来た。あ、でも防いでる。やっぱりバッチシ防いでますね。ああ、いいですね。最後はこちらのスプリガンレクイエムでいきます。こちらはあの右回転の攻撃モードにしています。私ね、この右回転の攻撃モードが好きなんです。あ、引っかかった。な。いや、ちょっとなし。ソードランチャーの方がまだやりやすいな。で、あ、外れた。あ、重たい一撃が。あいやー強いな。はい、いかがだったでしょうか。今回はランダムブースター3つと、まあ、こちらのスプリガンレクイエム1個をね、あのちょっと開封してみたんですけど、欲しかったのは手に入りませんでしたね。まあ、こちらのスプリガンレクイエムはですね、またあのスプリガンレクイエム同士のバトルとかもですねやってみたいと思います。そしてどうしようかな、でも欲しいんで、またね、また手に入るようだったらこちらのランダムブースターボリューム9ももう1回だけチャレンジしてみようかなと思います。でね、やっぱりね、使えば使うほどこのビートククル感、これいいっすね。このベイいいっすよ、相当いい気がします。なかなかバーストしないんすよね。ありがとうございました。バイバーイ。